田口翔に4630万円間違って振り込んでみた。株式会社ドラヤキは田口翔を使って稼ぎします。今回ですけども、さっき入った瞬間に気づいてもらえて BGM も来てくれて助かりました。本当に僕も山口県の味方ですから。わかります、田口君知ってます。山口が生んだ問題児ね。山口県で知らない人なのじゃない。でもね、結構ねコメント欄でも何個か田口君に絡める企画来てたんですけど、一番やりたいけどやれへんなと思った企画は、田口翔に4630万円間違って振り込んでみた。一体どうなるのかって。それで言ったらちょっと話は違うんですけど、今回のリアルページあれ僕見まして、おー、あのテレビじゃちょっとできないような人たちを出てらっしゃったじゃないですか。すごく面白かったんですよ。次楽しみです。あれは田口君いずれ出てもらう。もっと田口君使って稼いでいくから。頼むぞほんまに、はい、田口頼むぞ、はい、お前の力で俺は10億稼ぐからな、はい、田口頼むぞ、頑張ります。俺が10億稼いだ田口、ほんまお前に何でも怒るから頼むって、ほんまに一回押してください。田口くん自身も絶対的に もちろん反省して構成していくっていうのはそうなんですけど、人生を楽しんでほしい、それだけじゃやっぱ生きていけないと思うんで、はい、やっぱ楽しみながら、うん、でもやっぱり役に立つ家族だったりとか世の中の役に立つような動きをしていってほしいなと思ってます。そしてそんな田口くん使って僕はお金を稼ぎます。それだけです。正直田口くんごめん。それほんまに株式会社ドラヤキは田口翔を使って稼ぎします。